コレコレさんもプライベートも言うよね。あ、言うんすか、あいつ。彼女できた時はできたって言うとか、なんかそんな感じだった気がする。俺コレコレの配信たまに見るけど、あいつ太っててかっこよくないのに、なんであんな女の子にモテてんの、マジで。いや、だからもう見た目じゃないんじゃない？すごくないっすか。作詞家とか作曲家がモテるのと一緒で、最近もボカロ P が中学生に手出して逮捕されてたけど、30過ぎた太ったおっさんとかでもモテるみたいな。ああ、確かに。思い込みじゃない、クリエイターとしての才能に対する愛みたいな。シュッとしてるし、うん、お金もいっぱい持ってるんですよ、うん、でいいやつなのにマジで女モテないですね、うん、俺メールフォームとか公開してるのに、女の子からのメールもう月に 2,3 通しか来ないんですよ、マジで。あ、でもちょっとわかるわ。なんでですかね、マジで女人気ない。うん、なんか女に優しくなさそうだからまだ世の女が俺の魅力に気づいてないんですね。やっぱマホトとか信用して殴られたりするんだ、だからコレコレさんって夜系の女の人の相談みたいな読み上げた時とかのその回答の仕方とか優しいんだよね。そのあ、女の人ってこういう感じの言い方すると喜ぶよねみたいなのをちゃんと抑えるんだよね。へー、そうなんだ、うん、そこきちんとしてる。あ、優しいみたいなこと思われてるってこと？まずね、こういうことがありましたっていうと、まず相談者の味方になって、味方としての発言をするんだよね。で、僕とか、スパチャしてる人でも切り捨てるんだけど、いや、これあんたが悪いよみたいな。で、まあ、うんこちゃんも多分そうだと思うんだけど、うん、そこら辺のな、何でも受け入れてくれるっていう感じは多分あると思う。駆け込み寺みたいな感じなんだ、女子の。だからそこら辺のなんか、優しさを出しとくと、もうちょっと女子からのメールは増えるかもしれない。俺も、まあ、モテたくないわけじゃないです、さすがに、はいはいはい。だけど、相手にされないから、もう、じゃあ俺から切ったるわと思って女人気切ってるだけで中二病なのそうそう、だそんな相手もしてくれねえような奴らにこっちからね頭下げるのバカらしいじゃないですか、はいはい、相手してくれる男の子がこんなにいっぱいいるのに、だったらこっちでいいわと思ってやってるだけで、まあ